この組み合わせね結構面白いんですよ。さあ初手ファフニールカウンター。さあ D ここで、まあ、座頭戦ね難しいからね、お互いでも難しいんだよこれ。座頭側も結構ねそのソロに対して難しかったりするから。そうちなみに、うん、さっきの立ち系の崩しなんですけども、あれ立ち系しゃがれ立ち合いっていうドリルまで繋がっちゃうんで分身ゲージが回復しちゃうんですね。なのであれは絶対通しちゃダメです。といっても難しいよね。さあここでバースト潜って帰還して、あとじゃあボルカ対策ですね。ボルカ打つと搭載するんで、ドランカー、そうなんですね、足払いガードショートはそうドランカー出すとガンフレットリボルバーに勝つんで、あとはブリンガーにしないといけないです。なんでこんなね、その心理対策の解説してたのでさあきっちり差し返して、さあ1本選手2だと、おお伸びるカウンター、これは運がない。そして回収しちゃう、これミスったわけじゃないよね、ミスったかもしれないけど、ミスった、やっぱミスった、はい、カウンター。まあさすがコマンドミス24段、もう25なんだけどめっちゃ爆死した。ネガティブになるぞ、はい、暴れ潰し、なんで回避、あとはあれですね、冬をどう対策してるかですね。置くだけろ、これちょっと運がないですね。下段通す、潜って帰還して分身出す、あーこれはしょうがない。ちなみにさっきの状態どう対策するかっていうと、まあ垂直ジャンプですね。さあダスト通す、さあバースト溜まって、ここで確定バースト、そうですね、あ分身消えた、あー帰還しない、それ頑張れ、おーくんの投げてるな、それなんでだガフレキ抑え込むが投げてるな、ザトジャンプしかず、おーつながってる、